こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているグラデーションウール、こちらのプリズムっていうカラーで、いつもの三角ショールなんでいこうかなと思います。こちらがウール 100% 30g 73メートル入っています。で、そのとこかな。で、かぎ針が7号って書かれてますね。今使っていきます。中から取り出していきます。はい、中から取り出してきて、今回は8号で編んでいこうかなと思います。で、ここから鎖編みで始めていきます。ここでグッと締めて、1、2、3、4つの鎖編みで鎖編みを輪を作ります。で、前1本取って、で、ここで爪でこうグッと押さえておくと作りやすいかなと思います。引き抜いて鎖編みを1、2、3します。で、糸をかけてこの穴の中に長編みを3個、2個、1、2、最初の鎖編み3個も1つとして数えていきます。で、次は鎖編みを2つで、糸をかけてまた穴の中に長編みを3個します。1、2、まあ、いつもの編み方ですね。2、3、まあ、全部巻き込んで編んできてます。この糸は3して、で、これで1段完成で、で、鎖編みを1、2、3目します。で、糸をかけてこうなってる鎖編みが出てるこの頭のところ、向こう側取って、裏返しにした場合の向こう側ですね、ここに長編みを2つ入れます。そこの鎖編み3目も1つ出して数えていって、1、2、3ですね。長編みを同じところ2つ入れたことで3個入れたことになってます。で、糸をかけて前段の長編みの頭を1つずつ編んでいきます。長編みを1つずつ編んで、で、糸をかけてこの前段に鎖編み2つ編んだところ、まあ、この流れで向こう側1つ取って、同じところに長編みを2つ編み入れます。2つ、そしたらまたここの角を作るために鎖編みを2つ必ずして、糸をかけてもう1つ鎖編みが残っていると思うので、ここの向こう側、ここに長編みを2つ入れます。同じところに長編みを2つで、ここは一番最後が鎖編み、長編み2つ入っているので、また同じように1つずつ向こう側を取って、長編みを編んでいきます。で、一番最後は鎖編みなんですけど、鎖編みの3目目、この流れでここだなっていうことが分かるんですよ。鎖編み3目目、向こう側を取って、同じところに長編みを3個で終わります。2、3、これで2段目完成です。まあ、綺麗な色が入ってきましたね。で、また鎖編みを1、2、3個で立ち上がって、糸をかけて裏返しにして、で、今鎖編みが入っているところ、ここの向こう側、同じところに細編みを2つ、長編み2つで始めていきます。はい、で、3個入ったことになります。で、あとはこの長編みはこの向こう側に1つずつ長編みを入れていくっていう感じでずっと進めていこうと思います。1つずつこういう風に入れていきます。あ、これ外から取ってたなあ、しょうがない。外からずっとぐるぐる回して取っていきます。まあ、こういう場合ありますよね。ちょっと確認しなかったんで悪いんですけど、まあ、しょうがないので、ここまで編んだので、まあ、外から取っていこうかなと思います。これで、まあ、ずっとぐるぐる編んでいって、で、何玉使いましたっていう感じでまた進めていこうかなと思います。で、この角が、まあ、ここまでこういう風に見た時に鎖編み2つだなと思うので、ここは長編みの頭だなと思うので、もう1つ入れますね。ここのキワになった時に確認していくと、まあいいかなと思うんですけど、
で糸をかけてこの鎖編み2つの1つ目同じ向こう側に長編みを2つして2つしたら必ず鎖編みを2つで糸をかけてこのもう1つ残ってる向こう側ここに長編みを2つ同じところに入れてあとはまたさっきみたいな感じで1つずつ入れて一番最後の鎖編み立ち上がり3のところに同じところに長編み3っていう感じこの繰り返し裏返し裏返し編んでいこうかなと思っています。では編んでいきます。はい、やっぱり外から見にくかったので中から取り出して編んできました。これで進めていきます。はい、こんな感じで編んできてました。もうめっちゃ可愛くなりますね。そこで一番最後の長編みしたところでいつものように終わっていこうかなと思います。鎖編みを一つしてグッと止めてで糸をカットしてでスッと抜いて糸始末をして仕上げていきます。でこの糸をつなげた面全部同じ方につなげていたんですけどこれ全部糸始末してます。で同じ面に糸始末していこうかなと思います。糸が出てる面にまあね両方綺麗に見えるようには仕上げてるんですけど、まあ、一応合わせていきます。で今回も編み地がしっかりないのでまあ、ちっちゃくね、こう進んで返し返しで糸始末していきます。こんな感じで、ちょっと進んで返し、ちょっと進んで返しっていう感じで、まあ中の方で一番最後終わりたいんですよね。まあこういう風に取っていってもいいですね。ちょっと、このポコポコしたところを活用して、次こういう風に取ったらら。まあ色が違うからやめとこうかな。まあその時と場合によって、まあこうちょっとこういう風に引っ掛けれたら、こうやって引っ掛けて、まあこの上に進んでもいいですよね。こういう流れを、流れに沿って、こういう風にして、で次また、こう糸をかけて、まあ、下に下がってきたら結構いろいろ引っ掛けてるのでまあいい感じになるんじゃないかなと思ってこんな感じにしとこうか。糸を割って最後終わりにしようかなと思います。それでギリギリで糸をカットしてまあこういうところも全部同じように返し返しでで色が違うところはこれとかはね色似てるんですけどこういうところここもこの中心部分からこう分散させて糸始末してるんですけど、まあ、紫の、糸は紫で緑は緑っていう感じでこういう風にここもこういう風に分散させて糸始末してきてます。でこういうところをもう全部ギリギリでカットして、まあ、全部カットしていきます。はい、こんな感じで全部糸をカットしてきました。まあ、めっちゃ大きいので今回もあらかじめサイズを測っておきました。まあ、だいたい一番長いところで120センチぐらいでこの中心が62センチでね、2箇所が86センチ86センチぐらいになってます。で糸はどれぐらい使ったかというと 1,2,3,4,5,6,7 玉編み、まあ、半分ぐらい使ったんじゃないかなと思いますね。まあ、大きさも人それぞれ好みがあると思うし、まあ、今回はこれぐらいの大きさで、まあ、私は、7玉目、半分ぐらい使ったかなっていうところで、まあ、この、同じレシピで、同じ糸数を使われても、まあ、サイズも変わってくるかもしれないんですけど、まあ、一応何か参考にしてみてください。何か目安にしてみてください。まあこんな感じで、まあ、めちゃくちゃ可愛くなりましたね。若干ね、この表と裏見え方も変わるし、面白いですよね。まあこの編み方で何枚も編んでるんですけど、まあね、なんかハマってるみたいで私は。なんかハマってる時って自分では気づかないんですけど、まあ動画でこうやって見直すとめちゃくちゃやってるなぁと思って。まあハマりますよね。私はもう細編みと長編みをずっと編んでいたいっていう感じで。なので長編みをずっと永遠と編めるんで、まあ、すごく
大好きな編み方ですね。それでいてこういう風に、まあ、ちょっと凝ったように見えるし、まあ、すごく私は楽しいんですよね、これは。だから動画的にはいつも同じ編み方なので楽しくないかもしれないですけど、ちょっと何度か出てくるかもしれません。でこうやって中心部分をクシュッとして、まあ、もちろんこう折れてる方をこうやって外側にしても面白いと思うし、まあ、巻き方もねいろいろできますよね。でこういうなんかいろんな色がこうしっかり入ってると、こう巻き方によっても見え方が全然違うし面白いですよね。こんな感じで、あ、顔周りが華やかになって、すごくなんか暗めの色とか服で着がちなんですけど、まあ、顔周りが明るくなるとパッと見えて、まあ、ちょっと明るく生きたい方はいいんじゃないかなと思います。まあ、暗めの色は暗めの色ですごく可愛いんですけどね、こういう明るい色もいいですよね。こんな感じで、まあ、こういう今回はこちらのカラーを使ったらこんな感じに出るっていうので、何か作品の参考になればと思います。今回も最後まで見てくださった方ありがとうございます。